三代目古今帝演劇は落語家、俳優である。本名、藤原浩二。落語協会所属。出林、武蔵名物。門、鬼津田、浦梅。父は同じく落語家二代目古今帝演劇。名跡、古今帝演劇の東大で、全名は古今帝劇生。安田学園高等学校在学中、二代目古今帝演劇に入門。 9番弟子となる。1988年3月31日、池袋園芸場で、道具屋で初講座を踏み、翌年4月1日に、金原邸啓太と同時に、楽屋入り。前座名は、菊子。兄弟子にあたる、古今帝神、渡る門下で修行した。1992年11月1日に、古今帝菊若、金原邸啓太と共に煮つ目昇進。 菊章に改名。2002年3月21日に林家彦一、入選定選立つ、三遊亭金八、霊霊社鈴之助と共に、新内昇進。二代目演劇の菊と大師匠五代目古今亭、新章の生で、菊生に改名。2019年2月上席池袋、演芸場夜席で主任を務めた。古今亭新、渡る古今亭菊地よ。 古今亭文菊、ペッペ、桜井の一門のほか五海道雲助、古今亭晋介、柳谷小菊らも出演した。2021年10月31日、三代目古今亭、演菊を襲名。50日間の披露工業は行わず、鈴本演芸場を10月余り1、菊生改めめ三代目古今亭演菊襲名披露。 浅草園芸ホール11月上席恒例の2代目古根亭演劇追善工業で、2代目古根亭演劇追善、3代目古根亭演劇襲名記念工業として鳥を取る。また、鈴本園芸場11月中席、100日寄せ植えの害、笑い賑やかで、主任、池袋園芸場11月下席の弟、弟子古根亭菊太郎の芝居では、膝前の位置に上がる。 安田学園高等学校の先輩には、立川隆氏、後輩には九代目、春風亭隆氏がいる。六代目古今亭神橋、十一代目金原亭馬生、三遊亭窓家だけ、林家正造らと信仰が深い。また、古今亭菊丸、入選亭、扇遊ぶらとは二人会を開き、よく稽古をつけてもらっている。前座仲間には林家太平、三遊亭ジョージらがおり、 現在でも仲が良い。落語協会サーフィン部部長。部員には、春風亭はじめ左、三遊亭ビルクラがいる。うねうね系の虫が嫌い。好物は肉。カリフラワーと、ブロッコリーとか荷が苦手。好きな言葉は、良い国作ろうキャバクラ幕府。三遊亭窓片家とは、ヘラブナ釣り仲間、ヘラとも。窓片家と共に、長野県中津名で釣りをした際。 泳ぎながらヘラブナ釣りをした。絶対無理だと思われていたが、泳ぎながら釣れた。窓かたけが釣れた時に記念写真を撮ろうと、カメラを構えたら、縁軸の竿に当たりが来た。しかも魚は、針を加えてその竿をどんどん沖へ運んでいく。他の釣り人は、いやー大丈夫、一度竿を持って行かれた時は、戻ってきたから、と言っていたが、逆にどんどん沖に流されていく。 しばらくしていたが、ほぼ中央に止まってしまった。すると菊星は、パンツ一枚になって、じゃ、竿を取りに行ってきますと湖に入って泳ぎ出した。しかし菊星が、竿に近づくとかかったヘラが慌てて泳ぎ出す。また近づく、逃げるの竿と菊星の追いかけっこになる。しかし何度かやってるうちに、菊星が疲れてきた。騎士に引き返したときは,は、菊星は、 疲れ果てたが、無事生還したという。見習い時代は、平成の米騒動の最中で米がなく、師匠や兄で四股根底神渡るに言いつけられ米を買いに行っていた。それでも米がなかったので心ん、渡るのためにホットケーキを焼いていたが、心ん、渡るの注文に応えるうちにホットケーキを焼くのがうまくなった。なお、 パンの上に納豆とピーナッツバターを乗せて食べると美味しいらしい。浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる住吉踊り連に所属している。菊星落語大全池袋園芸場の落語協会特選会で行われている。菊星落語大全としては全5回。ありがとうございます。